今日の大きなテーマとして、優香、うんはい、さんの音楽活動っていうのはとても興味があるんですよあの、プロフィールいただいたときからですね、よく分かんないこと、いっぱい書いてある。いやこれ、僕、<laughs> まとめる力が僕にあるのかっていうところもあったので、しかも先ほど、あのプロフィールの方でご紹介した通り、うんうん、ラジオもされてるということで。うんうん 僕よりも明らかに前っていうのはいや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 またまたねもうあれですよねあの初めてのゲストにムチャ振りをしていきたいという形でちょっとあのまあムチャ振りというかですねあのちょっとこういう活動をしているよっていうことをまず少し簡単にご紹介してもらってもいいですかわ、はい、かりましたえっ、ー、と。 さっき宇津木さんに紹介していただいたように基本的にはシンガーソングライターなんですけどあの私の名前を検索してもらうとまず一番最初に引きこもりシンガーソングライターとか元不登校シンガーソングライターとかっていう肩書きが出てくるんですね。でまあ私ざっくり8歳から18歳まで10年ぐらい引きこもっていね学校行ってなかった時期がかなり長くありましてそこからいろ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 経て。 こうなんか人の心に伝える何か技術を身につけたいって思って大学途中で2年で中退して、はい、そこからいろいろ探した結果音楽にたどり着きましても元は自分で歌うつもりはなく人に提供するこう曲を書く人になろうと思って音楽を始めたんですけどそうでさっきね、ねういちゃんにそれ話してなんですて。<laughs> そんな感じで、<ー>ちょっと普通のミュージシャンとは毛色が違うというか、そうですね10年って8歳からだったんですね、うん、8歳か、小学校2年生からあそうだったんです音楽を始めて、なのでこうメッセージを伝えるっていうことが結構、軸にあって。 で曲聴いてもらったりするとだんだんわかってくると思うんですけどその中でトークライブこう学校行けない子どもさんを持つ親御さんに向けてのトークライブとかあとはまあその言葉で何か伝えるっていう派生してラジオパーソナリティとかっていうお仕事をもら、うん、ようになりましたね。えー <laughs> じゃあ、このもともと音楽をやられてたわけではなかったんですか。はい、全然もう音符もいまだに読めないんですけど。<laughs> <laughs> でも、この、あの演奏して。すごいな。あれですよね。<laughs> の、この後弾くよね。まあ、よ <laughs> そうなんですよ。いきます。必死で弾いてるんですけど。あの、あれです。上さんね。あの。 知らない人の曲の構成とかじゃないですよね。そうですねががっっつつりりの和音とかも入ってくるのも知ってなきゃできないこととかたくさん入ってるしかもねフレも超しっかりしてるんでこれはですね、私が最初に作ったまあなんかこうじゃがいも茹でただけみたいな曲をですね表現が。を経て北海道出身かみたいな。 <laughs> じゃがいもですか?い。いろんなアレンジ派さんとか、キーボーディストさんとかが、ここまでの形にしてくれたので、うん、私はこれでは弾き語りはできません。うん、<laughs> これすごい<ー> <laughs> そうなんです。ね、でも、デモ音源も。 聞かせていただいて、ガッツリも作り込まれてるじゃないですか。うん、す作品がね。どの曲もすごい作り込まれてますも、ね。この曲は聴けるんですか、はい、皆さん。サブスクとかもあるんですか。はい、あの最初に演奏した僕らの夏の物語と、うん、えっと君へという曲と、はい、アライブとこのあの一番最近リリースした。うんうん、その三曲は今サブスクで配信されていて、なるほどなるほど。ほどはい、他の曲はえっと 最初にリリースしたアルバムが、えっとアマゾンで売っていて、その他は私のウェブショップで CD を売ってるっていう感じで、ウェブショップにいてると、そうですね、そこ間違いないですね。購入していただいて、すみません告知みたいなこと、どんどん告知をしましょう。ありがとうございます。そのためのね、配信ですから。そうですよ。なんか今回のこの企画で、宇津木さんにどういうコンセプトでやられてるんですかみたいな、どういう心持ちでいったらいいですかっていう話を聞いたときに。 まあこうミュージシャンの裏側というかねなんかこうやっぱアーティストとかって作品で伝えてなんぼっていうのがあるじゃないですかまあねそう言われることもね多いですよね歌説明するのナンセンスみたいなそういうなんかありますねそうそうそうもう最近こう割と 後ろのメイキングを、見せることで、より作品に親近感を持ってもらうっていうのが。だんだん普及してきて、その中で、宇津木さんがなんかエヴァ見たんですよね。ああ、そうそう、そうそう。あのー、<laughs> 僕ずっとエヴァ、エリオを見てなかったんですよ。よ一、うん、回も。ええー、珍しい。世代じゃん。そう、僕、中学校二年生の時に、流行った時に、僕、なぜか。 野球ばっかりやってたのかわかんないんですけどなぜか僕、「エヴァンゲリオン」見なかったんですよでまあそのいろんな人から絶対見ろと言われてこの4日で全部見ましたでアニメから映画全部見ましたそうそうなんか理由映画見に行ったのがあのテレビでたってたじゃないですかまあもともとねそう興味はあったんですけどあのドキュメンタリー見てあのこういうことのやって やり方とか見たのが結構大きくて「で新名エヴァンゲリオン」もそれを見たからこそなのかわかんないですけど新シーンでなんかこうぐさ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 きちゃってななんんだろうか作り手さんの熱量が伝わ先に伝わったみたいなそういうことですか。 書き直してたたシーンこれかみたいなあの CD クリエーターがいいとこ一個もないから褒めるとこないみたいなこと言ったのもあこのシーンだったなとかいうのも含めてなんですけど最後の最後までいい裏切ってくるっていうかなんかそういうのを見た,たださらに興味が湧いたっていうのが実際あったのでんなんか今日のねこのイベントもそういうミュージシャンの普段喋らない裏側とか曲の話とかそういうのを聞ける番組にしたいっていう話を聞いた時にもともと私音楽 をまあ始めたのがちょうど11年ぐらい前なんですけどずっとくすぶってましてライブ活動をせずにあの曲作りと勉強してる期間があったんですけどふとですね2015年にあの社会音楽家プロジェクトっていうのに出会いましてで音楽をで世界を変えるっていうのを掲げててなんかちょっと私のコンセプトに合いそうじゃないですかでずっとあの私引きこもりだったこと言ってなかったんですね。 ライ,ライブの時にミュージシャンとしてもただ音楽で勝負しなきゃって思ってたからうい、ん、うきっかけとかただあの歌ってたんですけど。うん なんかこれ多分私引きこもりだったって話をして、うん、それでミュージシャンになって今ステージに立ってこういう歌を書いてますって話した方が絶対伝わるのに、うん、私には歌だけで伝える技術はないと思って、当時当時いやいや,いや当,時当時そう思ってて、でなんか説明できないかなってずっと思ってたんですよ。うん、ブログなのかなんかこう発信したいな言葉で、ど、うん、歌とセットにしたいなって思っていたら、うん、そう社会音楽プロジェクトが 5分喋って5分歌う人生を変える10分っていうコンセプトだったんですよ。そそう人生を変える分きたいなんか歌の経緯を話してじゃあ聴いてくださいってこれ私が求めてたやつと思ってすぐ連絡してそこでリリースさせてもらった曲がさっきの YouTube で129万回になったんですけど初めて引きこもってたこととか。 その不登校だったことを話をしてでそこで昔の自分に向けて書いた歌です聴いてくださいってやった時にあの届いたんですよねやっぱりそうなんですねなのでなんかこうあ私それから音楽始まったんですっていうのをねつさんにんかそのコンセプトぴったりですみたいな話をしてそうねなんだろうこうなかなかこう 裏側を見せるって言っても見せりゃいいわけじゃないじゃないですか別に私生活を上から定点でやるっていうのは別に違うじゃないですかこういうご飯食べてますとかそういうことじゃないです寝起きがこんな感じでそれはちょっと違いますもんねそうじゃなくてなかなかコロナの状況というのはまたトークの後半のほうでやろうかと思うんですけどまだまだね厳しい状況っていうところでなんだろう 僕としては、この状況だから何かをしなきゃいけないじゃなくて、あの埋め合わせじゃない方法でやりたいなっていうのがあったので、この番組自体も宮本さんとコロナの前からやりたいっていうことで何度も、あのたまたまあの始まったのはコロナに<あ> <laughs> かかってただけで完璧ですね、タイミング。<laughs> そうそう別にのコロナだからこれを始めたわけじゃ全然なかったんですよ。<え>たまたま需要があったっていうか、タイミングがあっただけなんで。 ちょっと控えめにやってるぐらいだよね。そう。そう, <laughs> <laughs> そうですね。はい。なので何かこのコロナにかこつけてじゃないっていう形で、うん、あの続けられるものとか、うん、その一時、うん、のものじゃなくてっていうのを、うん、やっぱりやっていかないともったいないじゃないですか。オンラインで可能性増えましたよね。ねえ。うん やらなきゃいけなくなったっていうのは大きいでしょうけどね、ライブはできなくなってるから、まあそれもあるし、でもななんんかだろう、ね今日つくばのスタジオですけど、地方でこのクオリティで配信できたら、なんかこう、ね都会でのスタジオでとか、もう全然いらなくなりますよね。もう一回言ってくれる地方で このクオリティで。そこだけあの五回ぐらいリピートする感じに編集した方がいい。住所、住所とそこもそこでトラップで。でも、あの都内でもこういったスタジオあるんで紹介しますよ。あ、そうなんですね。はい。でもこちらでぜひ。あ、はいはい、もちろん遊び来てください。はい。すい嬉しいことですね。 じゃあコメントとか何かあそうねあのずっと言いたいなぁと思ってりだがいも茹でただけでも美味しいよとか来てますちゃんと拾ってくれてるちゃんと拾ってこれは拾いたいと思ってますたずがいも茹でた優しいですねちゃんとそんなことじゃなくても大丈夫よとこれ YouTube でコメントってどう見るんですかチャットっていうところを押すと下に出てきますみんなコメントお願いしますやっぱ面白いよねあ本当だ エヴァ、うん、面白いエヴァ面白いよね、よかった、すごいですよね、ごめん、エヴァの話ですけど、<あ><れ>茨城が地方って言われ今、<laughs> 私、長野出身なんで、全然なんかね、茨城都会なんですけどね。<laughs> あ茨城、いや、関東だよ、茨城。関東、関東, <laughs> <laughs> 関東、関東ですよ。<laughs> <laughs> あの一応、一応ね、一応関東、地方の,中の関東です。 どこでもいいんだけどさ、すごい近いですよね、秋葉から、そうです、すごい近いだから、ある意味、コロナ禍でいろんな意味で近づけてくれたっていうのがあるかもね、いい意味でね、あ関係ないよね、場所ね、そうですね、だって一昨日いも仙台あ、そう、一昨日は仙台そうだよねそうですよね、仙台も近いんですよ。 全然近いよね。東北新幹線で1時間半ぐらいですよね。でもそれよりも単純近いですから、こっちは。そうですね。新幹線は通ってないですからね、バイスーパーひたち、フレッシュひたちぐらいしかない。早い、早い。早い特急はありますけど。いや、でも嬉しい。今の段階でも、このようなたくさんね、コメントいただいて、まだまだ。 今、皆さん見てる方ってあのお三方の多分その共通の知り合いとかファンの方だと思うんだけど逆にこのオーディエンスの方がこの1年で音楽に対する距離感ってどんなふうに変わったのかみたいなちょっに後半に仙台にライブしてきた話とか含めて聞いそ話もったんですけどそれまでの宿題にしとこうかみんなに。 関わり、距離感、距離感をどう変わったかっていうことですよね、うん。そうですね。じゃあそれをもしありましたらコメントの方にね、書、はい,お願いしますていただいて、じゃあ、えー、ここでまた演奏コーナーに行こうかなうと思いますがち、ね、ちょっとセッティングした,たいんですよね。伊豆木さんに繋いでいただいて、はい。じゃちょっと我々は準備に入ります。準備に入りましょう。はい